見明のジャッツ演歌。
帰らぬあの日よ、今宵再び赤いグラスに花は咲いて散って、思い出は赤いグラスに口づけて、いつもいつもいつも。はい、今週は久しぶりにお迎えしました初見さんです。はい、どうぞよろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです、ね、お元気そうでよかったです。お世話になりました。以前ご出演いただきました時は作詞作曲をされている杉原徳之進先生もご一緒でしたよね。はい、そうでした。お元気ですか。はい、元気ですよ。はい、そうですか、はい、ね、本当に、ね、活躍されているんですけども、この今日ご紹介するいざよい月よ、はい、もうすぐ2年になるんですね。そうです、6月で2年になります。そうですか、ね、頑張ってらっしゃいますよね。はい、はい、頑張ってます。最近はいかがですか、活動の方は。そうですね、あの親衛隊ができまして。親衛隊ですか。おばちゃん軍団ね。わあ、いいです ね、うん、ね、あのみんなでね、いろんなカラオケ喫茶回らせていただいて、ね、ちょっともう種をまいてきたので、うん、ちょっと今芽が出て、いろいろね呼んでいただけることになりました。一番いいですね。そうですね、応援してくださる方があるっていうのもね、はい、嬉しいですよね。嬉しいです、本当に感謝。で、ね、一緒に出かけていくの。そうです、これ持ってね、持って、うん、そう持ってくるのは嬉しいですね。嬉しいですね、はい、ペンライトとかじゃ作ってるの。ペンライトね作って、うちわも、私の顔入りのうちわを持ってね。そうですか、はいはい、ね、ありがたいです、ね、そうでしたか、はい、でこれからはどういう方向で行く予定なんですか。もうあのね、1年半頑張ってきたので、はい、今年入ってからね、はい、まあ、楽しもうかなと。あ、そうそうそう、ね、楽しんで、はい、あのまあ、活動もしますけど、うん、楽しんで、あのいざよい月夜と、うん、カップリング曲の教習をね、うん、はい、あのずっと歌い続けていこうかなと。そうですよね、そういうふうにあの決断しました。ああ、はい、言われた通りね、はい、楽しむってすごく大事なんですよね、はい、歌いながら苦しんでてもしょうがないんだけど。そうですね、でも思わずね、あんまり頑張りすぎちゃうと、うん、苦しくなっちゃう時もあるから、ね、楽しく、そうするとお客様も楽しんでくださるかな。そうですね、思ってね、はいはいはい、これからも頑張ってくださいね、はい、どうもありがとうございます。はい、それでは、初見さんに歌っていただきます。いざよい月夜。できるでしょうか。いざよいの月明かり、ほの字ろく照らして、さまよう影も一人寂しい。はI'm not afraid to die.
ねえ、あんた、国はどこなんだい？今頃雪だろうね。ふるさとを思い出したり、親のことを思い出すってな、苦労してる時か、よっぽど幸せな時、親孝行しようと思った時はね、親はいなくって、敵に布団かけてもしょうがないもんね。飲みなよ。いいわよ。ごちそうするわよ。古い酒場の冷酒飲んで、焼いたサンマに大根おろし、どこかに照れず男の生き様に、旬のうまさとほろ苦さ、酒とサンマと秋の月、線路に続く北の駅、あの日の夢に戻りたい、奇跡が泣いている、心の奇跡が呼んでいる。旅行く人の思いそれぞれ違えども、あなたお前二人ずれ、目を通らしさに見えますか、揺れて流れるうぬまのあたし、からには迷いはしない、うとうと峠も越えてきたあなた、お前
張りずれ夢を灯した常夜と黒承知のうぬまの私はい、ここはですね名古屋のスタジオスタジオ246名古屋というねいつも僕たちがレコーディングなんかでもねお世話になっているところで番組の編集作業もですねいつもお世話になっているところなんですね。はい、ここから今日もお届けしていますけども今から歌うのはですね松浦恵美作詞辰巳明作曲月影の宿というね大野俊夫さんの CD デビュー作品ですね。はい、この歌はですね女心を歌った作品なんです、ね、でも、歌われるのは男性ということで、アドバイスとしましては、基本は男らしくしっかりと歌うわけですけども、その途中途中にですね女性のあここ女性だなっていう女心をこう声を変えたりですね表情を変えたりして、見せるというところ聞く人にですね曲の中で同じ声ではなくてね変化をつけるということがポイントになりますのでねその辺を注意して歌うといい感じになると思います。それでは私が歌います。月影の宿聞いてください。
ません月影の矢の愛は触れない残雑誌よ二人時空に輝く星になる愛する人への歌になる感情爆発背中のオーラを解き放って拳を回せ目力全開も君のハートを独り占め今日も誰かが俺を呼んでる演歌マン蜂蜜ロイヤルゼリー専門店井戸田養蜂園蜂蜜ランド、お電話1本で配達、全国発送も承っております。夢の CD デビューを応援します。グレイスバードレコードでは新人歌手を募集しています。随時オーディションも受け付けています。詳しくはお気軽にお問い合わせください。辰巳明カラオケレッスンの受講生を募集しています。歌の基本からプロテクニックまで楽しく優しくお教えします。YouTube オリジナル番組辰巳明の歌こそ人生、皆様のお店にお伺いして撮影いたします。はい、今週も最後までねお付き合いいただきましてありがとうございました。それこそ今日、皆さんこれからねカラオケに行くっていう人も多いかと思いますけれども、やっぱりね歌はねとにかく、僕がいつも大事にしているのは背中で歌うというイメージね。このね体の前で歌わないようにすることが大事ですね。どうしても落ちてくるから。そうじゃなくてしっかりとこう背筋を伸ばして胸広げて背中でこう受け止める感じ、そうするとね、歌がだいぶこう変わってくると思いますんでね、参考にしていただきたい。だから例えば歌の遠近感も近いところ遠いところをこう歌うんじゃなくて近いところ遠いところというねこの奥行きで遠近感を出しているんですよ。
ちょっと難しい話になりましたけど、まあ参考にしてください。さあそれでは、最後に僕の一番新しい曲、ジリが流れる港町聴いてください。今週もありがとうございました。別れを切り出す男のずるさ、恨んで遅れ責めればいいさ、俺のことなど忘れなよ、行かないで行かないで、それでもお前は追いかけてくる、男は背中を向けたまま、女は濡れて肩にすがりつく